はい、皆さんこんにちは。ヤマト在宅、藤原です。収益不動産を活用した資産用コンサルティング会社で代表している藤原です。本日のテーマはこちら。最新情報、新アパートローン爆誕しましたについてお話をいたします。最近ちょっと融資の姿勢がまた変わってきましてね、今回新たなアパートローンが爆誕しましたので、いち早くですね、皆さんにお届けしたいというふうに思います。最近の流れなんですけども、特にこの2年ぐらいでしょうかね、結構金融機関の中で今までアパートローンやってなかったところが新規でアパートローンに参入するとか、あるいは今までちょっといろいろな融資締めてた時期があったんですけど、最近またちょっとアクセル踏んできたみたいな感じで、結構ですね、収益不動産向けの融資っていうのが活況を呈してるかなというふうに思ってます。特に着目すべき点はですね、結構各金融機関の中でのその競争、この金融機関がこういう商品出してるから、じゃあ我々もそれを上回るような商品を出そうみたいな感じで、競合を意識したアパートローン条件っていうのがこう出てきてるかなっていうのが最近の動向で、2023年の6月からですね、関東圏の某地方銀行さんがですね、新しいアパートローンをこうリリースしましたので、これは最新情報になります。簡単に概要をお伝えしますと、はい、ちょっと地方銀行さんになりますので、エリアの縛りはちょっとありますね。関東圏在住の方で、物件もですね、関東圏にあるのが対象というふうになります。面白いのがですね、築年数に応じて適用金利が変わるということなんですよね。もちろん今までもですね、築年数に応じて新築とか築浅であれば金利が低くなって、築が建ってくると利回りも高くなるんで金利も高くなるみたいな、そういう傾向ってあったんですけど、今回はこう明確にパッケージとしてですね、そういうのを打ち出してきましたんで、築年数の浅い物件であれば利回りは低いので、それに見合うキャッシュフローを得るためには金利も低くしないとダメという、そこを意識したですね、商品設計になってきてるかなと思います。今回ですね、新アパートローンって申し上げましたけど、3タイプ用意されてて、A タイプ、B タイプ、C タイプということらしいんですけども、簡単に解説します。 A タイプはですね、築年数が新築から築10年未満に対して適用されるタイプでして、金利が 1.8 の期間35年取れるということになりますので、今までもですね、築浅の物件で、例えば新築とかで某金融機関がですね、劣化等級取っていれば35年融資出すよみたいな、そういうふうなのはあったんですけど、それに習ったような商品設計かなと思います。今までこの金融機関この商品持ってなかったんでね、今回競合を意識した内容になってるかなと思います。ちょっとね、残念なお知らせかもしれませんけどもね、一定の属性求められます。年収要件で言うと1000万以上ですね。ちょっとね、誰でも使える融資ではないということです。で、金額もですね、フルローンから9割が融資ということで、非常に使い勝手良いんじゃないかなというふうに思います。で、ここもちょっとオリジナル独特だなと思うのが B タイプってやつで、築10年から築25年まで、ちょっと築浅から築古いになってくるかなという、ここのゾーンでもう一個商品を出してるんですね。金利は 2.3% で、期間は、こういった場合でもマックス35年取れるということです。年収要件と、融資割合に関しては A タイプと同じというふうになります。で、C タイプですね、ここはもう築26年超えたような築古物件に対して、金利はですね、もう 3% 台、 3.6 ぐらいかなという印象ですかね。期間35年というのに、なってます。こうなるとね、金融機関も金利結構取れるというところで、年収要件をちょっと下げて年収700万以上の会社員の方、こういった方も使えるような形になってます。基本的にはこういう物件はフルローン前提ということになって、特に土地に重視したですね、物件に対して融資を出すということになってます。なのでちょっと触れてきましたけどもね、職業はですね、上場企業に、もしくはそれに準ずる企業にお勤めの方で、あるいは私業の方ですね、税理士とか弁護士の方、こういった方になります。もう一個ですね、年収だけで融資受けられるわけじゃなくて、一定のですね、保有金融資産っていうのを見られますね。総負債額の 10% 以上で、物件購入した後でも1000万以上のですね、現預金を持っておいてくださいよ、こういうような条件になってますので、例えば1億円の物件を買って融資も1億円受けますって言った時に、物件購入した後でも1000万持ってないとダメみたいな、そんなイメージになってきますかね。その他ですね、よくパッケージ型のアパートローンって、年収の例えば10倍とかって融資枠があって、住宅ローンが5000万あった
たらその分を引くみたいな、まあこういうのは結構一般的なんですけども、この金融機関の場合はですね、金融資産のバランスですね、現預金がたくさんあれば別に5000万の負債はもういいよみたいな、まあそういうような感じでバランス次第では特に融資額も減額されるってことはないということになってます。まあそれは事務手数料 1.1% かかったりとか、あとはこれ断信ですね、団体信用生命保険の加入が必須になってますので、で関西が82歳になってますから、先ほど35年融資取れるって申し上げましたけども、やはりですねちょっと年齢が例えば60歳の方であればもう20年ぐらいしか断信の加入期間がないものですから、35年融資権マックス取れないということがちょっとデメリットかなと思いますので、まあ若いに越したことはない、早いに越したことはないということにはなります。ここからまあちょっと独特なパートローンに関して活用方法ですねについて、まあちょっと私なりに考えてみましたけども、今回まあ B タイプって言われるものが、まあ築年数がですね中途半端にといったらちょっとあれですけど、新築でもないし築古でもない、ちょうどこうまあいい塩梅のと言いますかね、その築年数に関してまあ今回、それでも35年出すということを打ち出してきましたので、で金利も 2.3% ということで、まあパッケージ型パートローンとしてはまあまあかなと思いますので、まあそれでも35年融資引っ張れるっていうことなんで、まあ期限の利益を取ってそういう物件でもキャッシュローをこう狙っていけると、まあ RC であればね、築20年の物件でもまだ27年地方銀行であれば普通に融資出たりするんですけど、まあこれが木造とかだっても35年取れるっていうことですから、まあ非常にメリット、物件対象ですね、広がるんじゃないかなと思います。もう一つはですね、 A タイプを用意されてます。 A タイプというのは新築は築10年未満で 1.8 ですよと、で期間35年取れますよ。でここに関しては属性が良い方はですね、まあ地方銀行とかで 1% 前半とかで期間35年融資取れたりもするので、まああえて A タイプあんま使う必要はないかなと。属性がまあめちゃくちゃ良いくもない方、まあまあまあいい方と言いますかね、そういった方はまあ A タイプ使ってもいいかもしれませんけども、属性がいい方はですね、まああえて A タイプ使わなくてもいいのかなっていうところと、 C タイプですよね、築26年以上でまあ金利は 3% 台ですよと、まあそういった物件でも35年融資取れるということなんで、まあ属性いい方、まあ年収が高い方はね、減価償却を活用した、節税スキームの際に C タイプのですね、金利はちょっと高いけれども期間を伸ばせるというところで、償却狙っていくのはいいのかなというふうに思います。はい、ということで、ね、不動産投資の融資状況がどんどん変わってきてますので、まあ、ある意味一定の方に対してはね、今モンドが開いた状態になりますので、この機会をぜひ活用していただきたいというふうに思います。本日の内容は8マスルという内容となりました。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。動画の内容がよろしければ高評価と、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。